はいどうも、ライブが終わってから体調が悪いミストです。はい、本日はですね、アゲアゲ強化試合でいただいたガチャ券の方をぶっぱしていきたいと思います。いやーれ、先日まで開催されていた史上最大級のライブと言っても過言ではない加藤恭子争奪戦、皆様お疲れ様でした。私はですね、1000位以内が目標だったんですけども、そこに入るのもかなり厳しかったです。本当にね、1000位台から全然順位が上がらなくて、ここまで石割らせるっていうくらいね、苦労しましたので、まあ解放がどうなるかわからないですけどね、いい結果になってくれることを祈っております。明日結果発表なんでね、まあそれと同時に、解放の方もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にきつかった。もう今までのイベントの中でも3本の指に入るきつさだったんじゃないですかね。私は1000以内だったんですけども、100位とかそれ以上入られた方はね、さらにもう数倍もね、辛い思いをね、したと思いますので、本当にお疲れ様でした。というわけでね、前置きは置いといてガチャ券行きましょう。私はですね、まあ、BSL ガチャ券をね、確定外で射抜くことはできず、SR ガチャ券はね、射抜けたんですけども、まあ、こんな感じに収束しましたというところで、R ガチャ券が7枚、PL ガチャ券13枚、SR ガチャ券3枚、PSR ガチャ券1枚、10% 券が4枚、SR 20% 券が2枚とありますので、もうね、ここの社長ガチャのキャラを狙うね、最後のチャンスだと思いますので、ここのキャラたち狙っていきたいと思います。まあ一番の狙いは私の中ではアマネカレン。これね、解放によっては50ワンチャンあるので、まあそこを狙っていけたらいいかなと思っております。うん。R でも PR でもね、欲しいので、全然出て欲しいかなと思います。まあ PSR ガチゲンからはもう、社長一点狙いと言っても過言ではないですね。まあ引けたらめちゃくちゃ嬉しいかなと思っております。いやー、年明けからね、年末からか、年末から年明けにかけてめちゃくちゃ PSR ガチャに引きましたけども、今んとこの青あたりはね、もうジャベリンくらいというところでね、今回ラストチャンスとさせていただきたいと思います。 PSR ガチャもしね外れた場合でもね、一回 PSR ミキサーできるんで、まあそれもね、外れた場合にはお楽しみということで、早速R ガチャからやっていきましょう。頼みます。これがラストチャンスなんです。いやー、アンドロメダも結果が出なくてね、相当苦しんでるんですけども、そのサポートになるようなキャラたちが出てほしいという中で、ミコとゲットが交差している。おー、社長のあれ出ましたね。うん、これは、勝ちじゃないですか。はい。では、PL ガチ券行きましょう。ここはアマネカレンが欲しい。行きます。お願いします。社長でもいいよ。ESR は、またのね、グランドスラムとかで狙っていきたいと思います。さあ、来い。先駆け、静か、深み、嵐丸、ミクリア、なごみ、カラスマ、ひさかた、ジャベリン、水木と、ジャベリンは当たりですね。いやー、ただそれ以外は、ちょっと渋いかなという感じでしたと。さあ、ピアルガチゲン、ラスト3枚いきます。頼む。アマネが欲しい。本当にアマネが欲しい。さあ、3枚。お願いします。水木、シモン、山口。ということでね、残念でしたね。まあ、シモンは別バージョンが来るということで、まあ、待機したいと思います。では、10% 勝ち券からいこうか。これも4枚連続いっちゃいたいと思います。4連続なら、1枚から SR 出るんじゃないでしょうか。さあ、頼む。しょっす。おし、何枚来る？何枚来るかが大事。1枚。最初の1枚。いやー、ハガネール。うわー、渋いな。ちょっとダメっすね、今のところ。さあ、20% ガチャ券行きましょう。ここも1枚入れてほしい。お願いします。よし、ナイス。20% も引いていく。さあ来い。さあ来い。もうよく丸出しでいきます。うわー、七瀬はるかはまあ、ありですね。解放に使っていきましょう。
早いなぁ。では、エサルガチ券1枚1枚いきましょうか。おぉ、虹。キラン、キラン、キラン。キラン、キラン、キラン。ないか。さあ、虹演出は期待していいのではないでしょうか。次いきます。ガチャル。うん。やっぱ安心と安全の、このね、演出ですね。この演出が一番好きかもしれない。すごい！いやー、もう、旧キャラばっかだな。ラスト1枚いきます。ググったか。さあ、誰が来る？ミコはやめてね、ミコは。ミコやめてね。七瀬さん。というわけでね。もう本番か。ちょっとこの回想名場面エサルガチ券あったんで、これも引いていいですか？報酬でね、受け取り忘れてたんですよね。さあ、ここでちょっと心を休めてから行きましょう。騎馬小平。まあ悪くないですね。あー、ついにこの時が来てしまったか。ちょっと PL ガチャ券で乱数調整していいですか？ここで無能が出たり行こう。あー、オッケーオッケーオッケー。ここは無能、無能ではないけど。オッケーオッケーオッケー。見極めてるよ。無能が続いたら行こう。うん、いいよいいよいいよ。よし。もう行こうか。この5番目。きっといいキャラが来てくれるはずです。あー、乱数調整成功してくれ。行くぜ。もう多分 PSL ガチャ券行く機会もそうそうないでしょう。行きます。社長、あまねカレン。その他、もろもろ、お願いいたします。ガチャル！オッケー。この演出なら勝てる。虹なんていらない。行こう。まだ見ぬ世界へ連れてってください。お願いします！いやー、これはもう PSL ミキサーかな。いや、でも、ミオちゃん悪くはないんだよな。てか、PSR 持ってたんだ。ラストチャンス行こうか。もう、こんな、豪華な PSR ミキサーになっちゃうんですけども。これで。もう、新春の PSR 祭りは終わりですね。はい、行かせていただきます。ミキサーで勝った記憶ないんだけどな。行きましょう。きらめきなんぞ知らん。頼む。安定しよう、せめて。お願い。来い。というわけでね、ここでのガチャ券物販を勝てませんでしたというわけで、まあ、解放できるところやっていきましょうか。PR 取んないかな。はい。あとは、ジャベリンとかはちょっと待ちですね。先駆け。おい、ないか。クネミアとか出たかったっけ。あるか。あるはちょっときついかな。で、あとは、シノノメと、そんなもんかな。シノノメ、ミズキとかか。で、あと、ナナセハルカって感じかな。さあ、シノノメはね、地味に。こやつがリーチなんで、言ってくれたら嬉しいです。カモン！で、ハロウィン水木。もうリーチになっちゃいましたね。ここ座ってたんですけどね。通常バージョンで解放できちゃうっていうのがね、でかいですよね。あ、行ってしまった。
さあ、水木がリーチになって、最後は七瀬はるかで締めようかな。これも46になってくれたらかなり嬉しいのですが、行きましょう。よし、頼む。はい。あー、というわけで、そんなに成果はなかったっすかね。はい。まあ、もうガチャは友沢ガチャまでちょっとお休みかなというところなので、あまねカレンはちょっとハゲゾウを使って頑張りたいなと思います。今 PSR が2枚と45が1枚と SR が2枚っていう感じなんですよね。こんな感じでこっちにもいます。なので、まあプラゴ2体 SR プラゴ2体突っ込んでワンチャン50があるっていう感じですかね。まあそれまでちょっと PR と、SR ハゲゾウとかも駆使して、まあ解放できたらいいかなと思っております。まあそちらはあまりカレン狙いでこのガチャを追うのはね、かなり危険だと思いますので、まあそれはね控えたいなと思っておりますっていう感じでね、今回の動画を終わりたいと思います。勝てないっすねガチャ券、本当に。ぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。では失礼します。 See you。